待て、ゾウ。手間を取らせてくれたな。その天羽が、おとなしく渡してもらおう。かかれ！よくいらっしゃいました義経殿。想像通りのお方で安心いたしました。私の名は喜一方言、またこの者が乙彦でございます。我らは玉入り人と呼ばれる一族、兵士を倒すために戦っております。兵士を、この石は天鋼と呼ばれるものでございます。天鋼、火事の神主権天から授けられた神秘の石、カムイと呼ばれる恐るべき力を人に与えます。カムイ。天鋼を扱えるのは義経殿のような特別な方だけでございますが、兵士の中にも数人そのような人間がおります。それこそ兵士が圧倒的な力を持った理由。今や貴重な天鋼を持つ者は兵士以外にほとんどおりません。この石は父の形見と言われ、幼い頃から身につけてきたもの。それがなぜ。義経殿は本当の父君のことをご存知か。本当の。俺が生まれてすぐ死んだ下級貴族だと聞いているが。それは兵士を欺くための方便に過ぎません。これは源氏の紋章。義経殿の本当の父君は平氏の乱で平氏と戦って敗れた源氏の棟梁、源の義朝殿なのです。そんな話を急にされても。戸惑うのも当然でございましょう。しかし義経殿が父義朝殿の意志を継ぎ平氏を倒すことは宿命なのです。平氏を倒す。天鋼を持つ者を倒せるのは天鋼を持つ者だけ。義経殿、我々の戦いに力をお貸しください。すぐに答えを出せと言っても無理な話かもしれません。しばらく我々と共にお過ごしください。そのうちに戦いの決意もできましょう。
待ちなさい、若き剣士よ。先ほどの戦いしかと見せてもらいました。そなたの中には大いなる力が眠っています。それを解き放ち、行く手を阻む困難に立ち向かうのです。解き放つ力を解き放ち、天鋼の導きに従うのです。